おはようございます。カイチです。皆さんお帰りなさい。ちなみに今からこの渦の中心目指すのと、それ終わったらね、昨日思いついたんだけど、ここ力の試練、極意だっけ、なんかすごい強いやつがいたんだけど、今古代兵器の剣作ったから、これいけるかもしれないなと思って。じゃあこの盾もあるしね。バーボーンダーみたいなね。何を言ってんだって話だけど、いける気がするんだよな。潮が満ちたらこの人たちどうすんだろう。でもね、3匹は結構きついと思うな。そろそろこの人たちが2匹以上いても倒せるプランを考えないかな。まあ、今んとこ凍らせるっていう手が一番いいんだけど。うっす。結構ダメージいくな。友達はいないよ。え、長くなった。え、長くなったぞ、ビタロック。なんで？うっそー、赤くひ、ちょっと待って、びっくりした。ライネルが2体おるかと思ったけど、かわいいやつだった。くそー、かわいいやつに乗ってこれは面白い。そういう方法で馬から剥がすっていうのもあるんだね。はいはい、こう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 、はい でもあれはあれで嫌なんだよね。なんか耐久度めっちゃ減りそう。お、到着。到着。ちょっと嫌な予感がする。ボール、弾ないよ。うっそー、マジかー。何これ。火打ち石案件だね。まさかここにボールを持ってこいっていう話だとは思わんかったな。この形のやつ2個目だな。かかりこ村の近くにもあったし、ああそうだ、この辺も行きたかったんだよね。いやー、絶景絶景。妖精の泉じゃん。ていうか、寄り道するとさらに寄り道先が見つかるっていう不思議な構図ね。あそこめちゃくちゃ気になる。なんかやりたいこといっぱいあるんだけどな。やりたいことするか。買い物、矢を買いたい。やりたいことだらけで先に進めない。昨日で、まあなんでやろうかと思ったかっていうと、まあ本当にゲーム歴は長いんでずっとやってるんですけど、こういう形でね、動画が残るっていうのは多分ゲーマーとしては嬉しいんじゃないかな。何が嬉しいかっていうと、自分がプレイした痕跡が残ることが。で、なんか例えば昔あんなゲームやったな、こんなゲームやったなっていうのは思い出せるんだけど、実際のこういう映像がもし残ってたら、もっと嬉しかったと思うんですよね。あ、実は、フリファーの祈り、いつでも使えるよ。こんなところで苦労してたんだなとか、あ、こんな、
面白そうなものがあったけど、当時の自分は見逃してたなとかね。だからそのチャンネルを作った理由としては、こう楽しみっていうものを共有したいなと、いろんな人と、まあ、それが目的なんですよね。じゃあこれ行きましょうか。いいよ、うん、ミシャ本当ルピー大好きだ。今度1000ルピーぐらい取られるんじゃない。あ、500か、全然いいよ。さっき作ったからね。さあ何が出てくるんだ、ミシア。やつが出てきた。何、姉妹？姉妹なの？守備範囲。ああ。え、同じ？だいぶ強くできる。あ、2段階強くできるってこと？まあメインで使ってるのこれだからな。あー足らんね。静かもたるな。そこに直れ。おいリンク。おい、静か蛍が一匹足らんね。っていうことは多分泉まだあるな。あ、そうだよね、まだ力を取り戻せないのが多いでしょ。で防具鍛えていけるんだ。なるほど。これ乗れないかな、イノシシ。これか。何があるんだろう。祈ろうと思います。うん、4つあるね。もうハートだよ。もうすぐ死んでしまう。よし、よし、もう完璧じゃない、完璧。もうあの頃の私とは違うんだよ。私と比べるがいい。あ、やっぱ全然減らんな。ダルケルの守りやっぱ使えないんだ。あか、届かん。おりゃ。
あ、そっちか。くっそ。あ、ちょっと待った。これさ、上昇気流だよね。こういうこと？多分そういうことだよね、これ。飛んで、で、目ん玉撃てよと。あかんわ。これ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 。ちょっ。ひどいな。でも、多分合ってると思う。あかん。まあ待てよ。これ前はこうやって打ち抜いてたんだけどね。何発撃ってきたっけ？もう今これがあるから。あなた。よし。ついに。ついに撃破。しかも耐久力めちゃくちゃあるな、これ。まあね、それはね、あんだけ高いお金積んで買ったわけだから。それぐらい働いてもらうと。よし、いや満足じゃ。しかもかなり楽勝だったな。出たー、やったね。これで上下揃ったぞ。あとはクライムマスクだ。あ、そうそうそう。で、スマブラ出るでしょ？その、スイッチで新しく今年中に出るって発表されてるけど、あの、ウェビーが何なのかちょっと気になるんですよ。ウェビーって、今までのやつだとこれがジャンプしながら行くでしょ？てーとか言って。でも、もうブレスオブザワイルドやってると、そんなこと一回もやったことない。ジャンプしながら回転切りをしたことがない。ってことはウェビーはそれで会っちゃダメなんだよね。なんかどっちかというとこれがパラセールが印象が強いから、これを使ってほしいんだよ。なんかウェビーをバーンと飛んでこれで降下してくるみたいなね。気になるな。でも普通に今まで通りのウェビーになるだろうけど、でもそれじゃあね、このブレス・オブ・ザ・ワイルドをやってるプレイヤーからしたら、いやそんなことしねえよって、リンクそんなことしねえよっていう、こうミスマッチが起こると思うんだよね。ケンザン、次ここだ。今回の配信はここまでです。ご視聴いただいてありがとうございます。ぜひアカウントの方をフォローお願いします。大体毎日チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では長々とご視聴いただきありがとうございます。応援していただいてたのが、5位20時からイベニッシさん。4位がくるくるさんですね。3位 A さん、2位がポツ15さん、1位がアミユミさんですね。はい、ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。